板橋駅、板橋駅は東京都板橋区板橋一1丁目にある東日本旅客鉄道 JR 東日本の駅である。駅番号は JA13。線路名称上の当駅を通る路線は赤羽線であるが運行系統上は最強線として案内される。特定特市内制度における東京都区内に属する。島式ホーム1面2線を有する地上駅。 指定席券売機、営業時間は5時30分から23時、自動改札機が設置されている。ホームと改札外を結ぶ階段は十条側の1カ所にしかないため、当駅利用客の乗車位置が均等にならない傾向があることから、最強線で最も混雑の激しい1号車、大宮、川越方線当社のさらなる混み拍車をかけている。また、 池袋方面の最後尾とホームは広く開いている。これは少しだけカーブしているためである。2018年7月29日よりエスカレーターの利用が開始され、旧通路が工事作業のため閉鎖された。駅は森土構造になっており、周辺市街地を分断しているが、ホームの十条側に地下通路が、また改札外のホーム中ほどには、 トンネル上の自由通路があり、駅の東西をつないでいる。当駅は、隣駅の十条駅とともに、通過禁止駅に指定されている。板橋区などの要望により、2015年、平成27年度から、駅構内のバリアフリー化に伴う、エスカレーターエレベーターの設置などの工事が開始され、2019年度までには、駅ビルなどが完成予定である。 また、2019年に、東口と西口の改札が統合した。以前は、改札口が分かれていたが、一つにまとまったことによって、駅構内の移動で東口と西口の行き来が可能になった。出店、JR 東日本、駅構内図、西口コンコースと大宮方面線路の間には、板橋訓練所があり、レール、警報器。 信号機が設置されていたが、蒸気の駅構内はリアフリー化工事のため、現在は撤去されている。かつて、池袋方面線路のさらに東側に貨物用側線があり一部側線が残っていたが、2019年より、この跡地を活用し最強線の留置線が参戦、設置れた。これに伴い池袋方に留置線に入線するための渡り線が増設されている。 正式な所在地を板橋区内に置く唯一の JR の駅である。北区滝野川、板橋区板橋、豊島区上池袋の境に存在し、西口、板橋口が板橋区に、東口、滝野川口が北区に、ホームの大半は豊島区にある。板橋区の鉄道駅では最東端及び最南端の駅である。開業時から旅客、 貨物療養の駅であった、当駅は、国有化、民営化後も連綿と、貨物取扱いが行われ、当駅を起点とした、貨物列車が最盛期には1日4、往復運行されていた。当駅の池袋駅より東側には、住友セメント、現、住友大阪セメントの工場、池袋放送所、住所は、豊島区上、池袋4から30.31があり、 当駅からの引き込み線 0.3km を介して、セメントや採石、砂利の輸送が行われていた。また、池袋駅寄り西側には、日本食料倉庫、住所は、豊島区池袋本町4-47が、赤羽駅寄りには、上倉庫、住所は、板橋区板橋1-53があり、それらの専用線が設置され、それらに普通貨物列車として1日3。 往復運行されていた。ホームからは、牽引機関車 EF65 型などや、当駅までの牽引及び構内入れ替えに使用する DD13 系で10系、専用線には、有害車や、私有のセメントタンク車などの国鉄運用の貨車や、東武鉄道や西武鉄道から乗り入れる貨車などを見ることができ、時には、東武の電車をで搬入する際にも当駅を、 使用していたことがあった。昭和59年2月のダイヤ改正以降、国鉄の貨物輸送システム再構成による直行列車体系の再編成などから、板橋駅への貨物列車が、セメント輸送と採石、砂利輸送のみとなったため、普通貨物列車は廃止された。採石、砂利輸送は、東部鉄道向けと西部鉄道向けから、後年は、 初刈駅への時に万五千型が専用列車として運行された。その後、当駅の貨物列車はセメント輸送だけが残り、東部藍沢線上白石駅にあった住友セメント、栃木工場からの多機1900系のセメント専用貨物列車が1日1往復のみ運行されていたが、1996年3月16日に運行終了、これをもって、 東京23区内の JR 線の最後の旅客、貨物両用の駅であった板橋駅の貨物取扱いが終了した。折しも、隣の池袋駅では、列車増発のための線形改良事業が構想されて、いたが、貨物列車の運転終了により、同線の勾配に関する制約が緩和されたことから、当初は池袋駅の南側で当線と、 山手貨物線が立体交差する構造を、同駅の北側で交差する構造に変更した。この事業の完了に伴い、両線の平面交差支障解消及び、最強線と湘南新宿ラインの同一方向同一ホーム化が実現した。線形改良の詳細は、池袋駅日本鉄道、国鉄、JR 線ホームの変線を参照、貨物列車が発着していた二本線隣接部は、 貨物取扱い廃止後に一部のレールが撤去されたが、側線の一部や、クロッシングポイントの一部、入れ替え用の表示器など、設備の一部が残されていた2012年2月在、この跡地が電流線として活用されることになる。これは、品川駅改良工事に伴うもので、同駅の山手線電流線を廃止し、電流線を利用していた山手線車両の一部は、 池袋駅の電流線、池袋運区を使用することになった。このため、本来池袋駅電流線に留置されていた最強線、川越線車両のための留置スペースが必要となり、池袋駅から近くスペースが空いていた板橋駅の貨物取扱や土地が活用れたものである。この電流線は先日の品川駅電流線廃止に伴い、2019年3月イヤ改正から、 使用が開始された。2018年、平成30年度の1日平均乗車人員は34,455人で、ある。近年の推移は、下記の通り。JR 貨物の貨物取扱停止までの推移は、下記の通り。以下の駅が徒歩圏内にあり、乗り換えが可能である。連絡乗車券は発売されていないが、2010年3月13日。 現在、当駅と新板橋駅を介する連絡定期券が発売されている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。